あの、どこかで会った？山です！山で会いました！私のとこ、来る？私のとこ、来る？私、役に立ちますよ！ここ一帯を火の海にしたり、呪殺したりできます！守れない約束してすまなかった。だけど、分かってほしいんだ。分かりました！こちらこそ急に押しかけて、すみませんでした。遅刻！トール！明日から二人というならそれでもいいかも。そう思う。わかりました。どうぞ。メイドカフェコージーです。どうです？決してどうする。じゃあ戻します。私の尻尾焼きです。ないわ。え、もういい。取れた。なるほど、覚えておきます。ちなみに私は黄身のない卵が嫌いです。でも私は小林さんだから言います。トールは小林さんが大好きです。父と母に受けた恩は過当で愚かな人間でも返せと育てられました。通勤で目立つドラゴンは門番とかの方がいいと思う。わかりました。トールにお任せ。チョロゴン。わかりました。じゃあよろしく。いってらっしゃい。他に誘う女もいるだろうに。俺は滝谷誠、小林さんの同期だよ。よろしく、トールちゃん。仕事終わりの一杯は最高だね。小林さん、私と小林さんの仲の良さを見せつけてやるのだ。何言ってるか全然わからない。ドラゴン語で OK？ ああ、ごめんね、トールちゃん。実力更新。殺して晒してジャッカルの餌だ。大体トールのそのメイド服は何？メイド舐めてる。少しクロリータの流れの可愛さは認めるが、それはローカルな清掃とは一線を画している。脱げー！恥じらいが足りー！小林さんの老廃物。残ってないな。うん、痛みやすい生地の口洗いで。おい、ああ、そう。どうしました？まあ、いいか。どう？胸が、ああ、そうか。こうやって調べるんだ。わかりました。フニールさんに聞いてみますか。殺す。やめておきましょう。それは綺麗汚いの問題じゃないね。うん？ニーズヘック君っていたよね。なるほど、ありがとうございます。これじゃあ洗濯物が乾かないじゃないですか。匂いならいいよね。どうした？戦っていました、向こうの世界で。ならよかった。おやすみ。おやすみなさい。あれ、え、商店街ここですよ。向こうのデパート使わないの？じゃあまず魚から買うか。ウィス。おや、トールちゃん。あ、こんにちは、戸田さん。サワラ一切れおまけしてもらっちゃった。よかったですね。おお、トールちゃん、今日は何にする？サービスするよ。本当ですか？嫌いってわけでもないのかな。すいません、お待たせしました。ああ、あれは聞くのをやめといた方がいい気がする。あー、知ってくれよ、誰か止めて。よし、ここまで来れば。トール！この手、しばらく洗わない。